白馬山層殺人事件は、東野圭吾の推理小説。1986年に、公文社から、カッパノベルス版で刊行され、1990年4月20日に、公文社文庫版が刊行された。原直子の兄が、マリア様が、家に帰るのはいつかというメッセージを残して死んだ。彼の亡くなった部屋が、密室状態であったために、警察は自殺として処理するが、 特進できない尚子は、親友の孫との助力を得て、真相解明に乗り出す。そして、彼女たちによる、マザーグースの歌詞の解読がやがて、尚子の兄の死の謎を含めた一連の事件の解決へと繋がっていく。部屋の名前は、それぞれの部屋の壁掛けの歌の台が付けられているが、旅立ちだけは、壁掛けの歌、白い地面に黒い種とは、無関係な台が付けられている。これは、 ペンションになる前の別荘の持ち主がその部屋に名付けた、スタートオーマスターが訳した言葉である。作品内に登場する、マザーグースはこれらの歌の他に、謎解きにヒントを与える、点灯中と、作品冒頭に最初の一節が掲げられ、さらにラストでも、その一節が、ごとに読まれる、誰が殺したコックロビンが登場する。文芸評論家のゴンダマンジによれば、 白馬山層殺人事件は作者が学園小説から新たなジャンルへと飛躍する一つの起点をなす作品であると評価している。ありがとうございます。